施設信号とは、中国南北朝時代の南朝宋の臨戦王、劉義則が編纂した五巻末から東進までの著名人の逸話を集めた文言小説集。今日、四部宋館に収めるものは、上中下三巻に分かつが、テクストによってその関数は、二三、八、十、十一等の移動がある。随所、形跡史によれば、元は単に、 施設と称したようであるが、宋氏、芸文氏に至って、初めて、施設信仰の章が現れた。施設新書とも呼ばれる。南朝宋の臨戦王、劉義則は文芸を好み、多くの文学の詩を集めては、修林、有名録などの書物を編纂した。施設信仰もその一つであり、五巻末から当人までの著名人の逸話を集め、 その内容から36六編に分けて編纂したものである。それぞれの項目がアナモン4課の特効言語、政治、文学をはじめとして、ジャンルごとに分類されている。基本的に小説集であり、史実とは言い難い話も少なくない。一方、この時代に生きた様々な人物の言動や思想を知り、同時代の世相をつかむ上で貴重な書物といえ、 取り上げられた人物が広大いかなるイメージを持たれていたかを推測することもできる。成立の背景としては五感末期から行われるようになった人物評論が疑心期の貴族社交界でも継承され過去の人物に関する伝説を一書にまとめようとする機運が高まったことが挙げられよう。とりわけ中心的な主題となったのは聖壇である。いわゆる竹林の七県に代表される 老僧思想に基づいた哲学的断論が、当時の貴族サロンでもて生やされたことを裏付ける、資料ともなっている。施設信号が編纂されてから一世紀も経たないうちに、南朝張りの劉高末が宙をつけている。劉高末の宙は、記述を補足し不明な辞儀を解説するだけではなく、本文中の誤りを訂正したり、また、現代ではすでに散逸した書物を多く、引用したりしており、 廃章詩の三国史中、歴道元の水系中などと並び、陸長期の命中として高く評価されている。施設信号は大変よく読まれ、その阿竜も数多く出現したが、秋代の中国において編纂された施設信号法が江戸時代の日本へ紹介され、和国本も出版された。旗なえの施設千本等、その研究も盛んに行われた。 ありがとうございます。